どうもこんにちは。どうもこんにちは。ヒロッキーです。今日は車の動画になります。明日ね、ヒロッキー車検です。直さなきゃね、いけない部分が今2点ほどあります。一つ目がね、エアクリーナーをね、直さなきゃいけません。で、もう一つが車のサイレンサーをつけるっていうこと。で、今回ね、この商品を用意してあります。はい、こちらエアフィルターってやつですね。車の空気をきれいにしてエンジンに送ってあげるやつですね。そのゴミを取ったりするやつですね。これは待って、なんかすげえぬるぬるする。ということでレッツスタート。じゃあね、まずボンネットを開けます。これ今車外のやつつけてるんですけど、これだとね、検査官によってはこれがダメっていう人いるんで、これを、純正のやつに戻したいと思います。外すのはこれだけです。バンドで止まってるんで、これを緩めてあげて、であとこのなんか止まってるホースを引き抜く。これポッと取れます。 OK。 そしたらさっきのね、これをつけていきたいと思います。まあここにねポンって入れるだけ。おー、これで OK です。もうこれでね、これで OK です。であとはカバーして終わり。一番はね、この車外、あのこれ RF さんステップワゴンのこの型のやつじゃないんだけど、つくかどうかなんでね。いや、つかねえかも。これつかないかも。待って、考え中で、やば、汗シャワー浴びたん。汗やべ。はい、つけようと試みたんですが、見てください、差がありすぎるよね。ということでもう無理ですね、これは。これはもう、もうさっきねリオンと頑張ってやったけどね、リオンと頑張ってやったけどもう無理です。これでもう行けるしかない。車検車屋さんに行ってちょっと無理だった、無理でした、これのホースがちょっとはまんなくて、ってちゃんと説明して納得してもらおうと思います。マジかよ。はい、元のやつに戻しました。本当何やってんだろう。超無駄な時間になっちゃうって感じで、ただめちゃくちゃ汗かいて手汚れて最悪だよ。まあこれでね、ダメだったらもう車屋さんの方でもう全部やってもらいます。はい、終わりです。いや、ダメでしたね。いや、しょうがないっすよ、あれは。もう、うん、しょうがないっす。もうつかないんで、もう車屋さんに持ってってちょっと相談してみたいと思います。まあね、交換したことない人はまあ参考になったんじゃないかなと思います。はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。じゃあ次の動画で See you, bye!